4月の半ば頃からもう雪も溶けてきたので、夜間放牧っていう形になっておりまして、だいたい朝、6時に収牧しまして、馬房の中で貝場を食べて、だいたい1時に話してっていう感じのスケジュールですね、今のところ。はい、放牧地の状態も良くなって、馬も体力がついてきたら、もうちょっと放牧時間を延ばして、6時に入れて10時ぐらいに話すっていう感じで、20時間ですかぐらい放牧を予定してますね。それぐらいのメニューで、これからの騎乗に備えて基礎体力作りといいますか、6月ぐらいにはしていく予定でいます。だいぶ体が引き締まって筋肉もついてきましたし、ちょっと幼児体型からだんだんこう競走馬に近づいてきたなっていう感じですね。もうちょっとでいよいよ乗り出して進めていけるっていう手応えは感じています。